1週間の地震についてお伝えする週刊地震情報です。今年最後となります。ではまずこの1週間に起きた地震、こちらご覧ください。こちらは震度1以上の地震の震源をプロットしたものになります。この1週間ですけれども、日本列島震度3以上の地震は4回発生をしました。そして主な地震がまず最初こちらですね。28日の18時15分に起きましたマグニチュード 6.6、 震源の深さ30キロというトロフ島南東沖の地震となります。震源がこの右上の部分になりまして、この北海道から東北地方の主に太平洋側を中心に揺れを観測しております。震度3を観測したのが北海道新日高町と浦河町となります。この択捉島の南東沖ですけれども、今年の9月にもマグニチュード 6.2 の地震が起きました。その時は最大震度が2でした。この択捉島の近海ですけれども、太平洋プレートと陸のプレートがぶつかっている領域となりまして、規模の大きな地震がしばしば発生するエリアということになります。今回と同様に少し深いところで起きたものとしては、1978年にマグニチュード7前後の地震が相次いで発生をした事例ですとか、1963年にはマグニチュード 8.1 という巨大地震もありまして、日本列島に津波が来たような事例があります。政府の地震調査研究推進本部によりますと、色丹島沖または択捉島沖で今後30年以内にマグニチュード 7.7 から 8.5 の地震が起きる確率は 60% 程度というふうに見られておりまして、この後もですね、巨大地震の発生には注意が必要なエリアということになります。そして続いてこちらですね。これは25日の月曜日の早朝に起きました兵庫県南東部を震源とするマグニチュード 4.0 の地震となります。この地震で兵庫県の丹波篠山市で震度3を観測したほか、北は福井県でも揺れを観測しております。この兵庫県の南東部を震源とする震度3以上の地震は去年の9月以来1年3ヶ月ぶりのこととなります。今回の震源はですね、京都府の亀岡市付近にかけて伸びる羽生断層に近い領域となります。羽生断層が活動した場合、周辺の地域では最大で震度6強の揺れが想定されるという、大きな活断層ということになるんですけども、今回の地震、今のところですね、25日の地震の後は活動は比較的穏やかに経過をしているということになります。そして最後に海外の地震です。USGS アメリカ地質調査所が決定したマグニチュード 4.5 以上の地震の震源がこちらになります。このようにマグニチュード6クラスの地震がいくつか起きました。最も大きかったのは先ほどの択捉島南東沖の地震でして、USGS はマグニチュード 6.5 と解析をしております。今週取り上げますのがこちらの地震ですね。日本時間の27日の午後に発生をしましたロシアバイカル湖の北で起きたマグニチュード 5.3 の地震となります。震源が浅かったんですけれども、地震の規模はそこまで大きなものではなかったため、特に被害は発生をしておりません。ロシアなどこのシベリアについてはですね、広い範囲で見ると地震活動というのは比較的穏やかなところに当たるんですが、このバイカル湖周辺ではですね、断層運動が見られます。ロシアの中では比較的地震の多い領域となります。最近では2021年にバイカル湖の南西側でマグニチュード 6.7 の大きな地震があったほか、古い時期まで遡りますと1957年にはマグニチュード 7.4 の地震が起きたエリアということにもなります。最新の国内の地震情報や海外の地震に関するニュースについてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。